レナード・ペルティエの即時釈放を求める表示看板。レナード・ペルティエは、アメリカ・インディアンの民族運動家、人権活動家。1976年以来就寝状態で、週刊中の政治犯。アムネスティ・インターナショナルはペルティエについて。レナードは、ノース・ダ・コタ州のグランド・フォークスで、レオ・ペルティエとアルビナ・ロビデューの13人の子供たちの、うちの11番目の子として生まれた。 父親のレオは3、4オジブア族と1、4フランス人の婚結で、母親には、ラコタスー族の母親とオジブア族の父親がいた。4歳の時に、両親は離婚した。この時、レナードと女兄弟のアンベティは、ノースダコタのタートルマウンテンインディアンホーリュー地に住む、彼の父の祖父母アレックスとマリーのディボイペルティエ家に、引き取られた。1 9 5三年九月にレナードは、 ビア直轄の全寮制のワーペトンインディアン寄宿学校に入学させられた。1957年5月に同校を卒業すると、サウスダコタ州フランドリューのフランドリューインディアン寄宿学校に入学させられた。レナードは9年生で退学し、父親と暮らすためにタートルマウンテンインディアン保留地に戻った。1958年から合衆国は、 タートルマウンテン保留地の保留解消を試み、多くの部族民が都市部へと移住させられた。1965年に、レナードは、ワシントン州シアトルに転居し、数年間自動車工場で働いた。レナードは、アメリカインディアンの権利運動に熱中するようになり、アメリカインディアン運動のメンバーとなった。1968年に、ミネソタ州のオジゴワ族が結成した AIM は、 直接的な抗議行動でインディアンの権利回復を要求し全米にその運動を展開していた。1970年、ワシントン州のロートンでインディアンの土地に開設された米軍の廃棄地の返還要求抗議を AIM や地元のインディアンが行い、レナードも座り込み選挙に参加した。1972年、AIM は デニス・バンクスの発案でワシントン DC までのインディアンによる平和的な抗議デモである破られた条約のための更新を行った。レナードはこの抗議行進でウィスコンシン州ミルウォーキー地域での取りまとめ役を認じた。抗議行進は終着地ワシントン DC でビアホンブビル選挙抗議となり、この選挙抗議では治安調整役を務めた。ビアホンブビル選挙はビアや 内務省を激怒させ、AIM は合衆国と激しい対立状態となった。ビアホンブビル選挙後に、ミルウォーギーに戻ったレナードは、二人の白人非番警官から暴行を受け、抵抗したために、殺人未遂罪で起訴され、有罪となり、国ヶ月間投獄された。1972年4月に、サウスダコタ州のパインリッジインディアン保留地のオグララ族部族議長と、 なった白人と数族の根血のディック・ウィルソンは、独裁体制を強め、レッドネックを多数含んだ、施設武装暴力団、オグララ国主語体を組織し、オグララ族に対するテロ弾圧を始めた。これに対し、合衆国ビアの区靴である、部族会議に反発し、伝統的なインディアンの共同体を保持する、伝統派たちは、彼らを、グーンズと呼び、ウィルソン弾外の姿勢を強めた。 パインディッチ保留地は2分され、グーンズによって、日夜銃弾がオグララ族に浴びせられ、ここまでで60人以上が殺害される、市民戦争、内戦状態となっていた。1973年2月、パインディッチ保留地では、水族女性の呼びかけで、タイウェルソン弾劾組織、オグララ数権利組織が結成され、AIM はオスクロの直接援助要請を受け、 レナードも AIM メンバーとして、デニス・バンクスやラッセル・ミーンズらと共にパインディ地保留地をたびたび訪れた。1973年2月27日、数族の長老と州長、オスクロとレナードら AIM のタブ族メンバーは、83年、前に合衆国によって、数族が大虐殺されたチャンクペオピエと交信し、精神カトリック協会を選挙。 残豪を掘って、ここを本拠として、ウィルソンの罷免と、連邦政府によるインディアン条約の再確認を求めて、選挙抗議を行った。この一大選挙に対してウィルソンは、グーンズ、ビア警察、州警察、FBI の250人を超える、包囲隊を結成し、ポーキュパイン村に、ペンタゴンの指令を受けて、全米から派遣された、連邦憲兵隊が殺到した。米軍は、 ウィルソンのために M113 装甲兵員輸送車を16台、戦闘用ヘリコプター3機、海4ファントム戦闘機を投入し、現代アメリカにおけるインディアン戦争は全世界に衝撃を与えた。このウンデット2選挙抗議は71日間に及び、2人のインディアンの犠牲者を出して1973年5月8日に解かれた。 1974年1月2日、連邦政府と FBI は、ウーンデッド2選挙主導者統一裁判として、ミネソタ州セントポールで、ラッセル・ミーンズ、デニス・バンクスの二人を連邦訴追した。この裁判では違法盗聴や偽証など、FBI の不正が次々に明るみに出た。中でも、ジャック・コーラーという FBI 捜査官は違法盗聴を認め、AIM によって、 市民による逮捕の対象となり、裁判所から逃げ出して、セントポールの街中を AIM に追いかけ回された。選挙解除後、ウィルソントビアは、部族民へのテロ弾圧をますます強め、1972年から3年の間で100人以上のインディアンが殺された。サウスダコタ州のリチャード・ネープ知事や、ビルジャン・クロウ司法長官は、AIM は全員殺すべきだ。 奴らを黙らせるには頭に銃を押し付けて、引き金を引くのが一番だと公言してはばからず、ジャンクロウは実際にインディアンの少女を強姦し、殺している。だが連邦政府もビアもインディアンの死者に何の注意も払わなかった。伝統派のオグララ族長老やオスクロは、ビアやグーンズによるテロに対する警備要請を AIM に要請し、AIM は防衛組織として、 小倉ら村のジャンピングブル牧場に、部族民のための警備やエーを開設した。これは、ジャンピングブルやエーと名付けられ、デニス・バンクスや、レナードら AIM メンバーが、大勢、TP の野営を張って、日夜警戒を行っていた。FBI はこのジャンピングブルやエーを、AIM の本拠と聞き込み、犯罪の温床であると決めつけて、襲撃の機会を伺っていた。ことに、 ウーンデットニー裁判で不正を暴かれた FBI のジャック・コーラー捜査官は地域担当官として同僚のロナルド・ウィリアムと二人で保留地のオスクロをはじめとするオグララ族への嫌がらせを必要に繰り返していた。九百七十五年六月二十六日、白人のパーティーでカウボーイブーツを片方盗んだとの容疑をかけられたジミー・イーグルという若い AIM インディアンの捜査名目で ロナルド・ウィリアムとジャック・コーラー両 FBI 捜査官が、オグララ村のジャンピングブルやエッジを襲った。200を数える人員が投入され、FBI やグーンズは、子供を含む老若男女が宿営している、この集落を銃撃し襲いかかった。この襲撃で、警護に当たっていた AIM のジョー・スタンツ・キルズ・ライトと、FBI のロナルド・ウィリアム、ジャック・コーラーが、銃撃戦となり、3人とも死んだ。 インディアンの保留地とは、アメリカ連邦政府とインディアン部族とが連邦として条約協定を結び、権利保留された土地のことで、このため連邦の境界を超えた捜査として FBI が介入しているのである。またこれは、本来のインディアン保留地の条約協定に違反した行為である。FBI は、ロバート・ロビディウ、ディノ・バトラー、レナード・ペルティエの3人のインディアンを、 ウィリアムとコーラーの FBI 捜査官、殺害グループとし、レナードが指名手配された。ジョー・キルズ・ライトが FBI に殺された件は、全く訴追案件に取り上げられなかった。対して、FBI 捜査官殺害の罪は、インディアン殺害よりも、重要視され、FBI は体裁構わずレナードを殺害犯とする、捜査を行った。ロビ・デューラは、カンザス州で乗っていたワゴン車がエンストし、 逮捕された。彼らの車から、コーラー捜査官の銃や、後に裁判で殺害凶器とされたライフルが押収された。レナードは共に指名手配されたデニス・バンクスらと西へ向かった。行く先々で、保留地のインディアンや白人支援者が宿泊援助してくれた。ロサンゼルスで、デニスの旧地のマーロン・ブランド宅を訪ねると、マーロン・ブランドは事情を聞いて、 食事代と燃料費として1万ドルを渡してくれた。彼らはロサンゼルスで銃を購入し、パインディッチ保留地へ戻って、オグララ族に、対、グーンズ用の武器として渡した。同年9月5日早朝に、レオナルド・クロードックがペルティエをかくまっているとの嘘の密告を受けて、ヘリコプターまで動員した、ビア、FBI、州警察ら185名余りが、 オグらラ村から160キロメートル離れた場所にある伝統派の呪い師、レオナルド・クロードックの家を吸収し、家族を暴行し、レオナルドのほか、当時レナードと恋愛関係にあった AIM メンバーのアニーマエ・アクアッシュを一時逮捕した。クロードックもアクアッシュもウーンデッド2選挙に関わったメンバーであり、FBI らは彼らを違法逮捕して、レナードの居場所を吐かせようとした。しかしこの時、 レナードは、オレゴン州にいた。クロードッグは、約1年間の投獄の後無罪釈放されたが、放火によって、家を全焼させられている。レナードとデニス、アニーマエラ5人のインディアンは、マーロンブランドにもらった車で、ワシントン州へ向かい、ニスコーリー族やピュラリップ族の保留地で艦隊され、パインディッチ防衛戦のための武器弾薬の提供を、受けた。11月14日、深夜。 FBI による警戒網の中、レナード一行を乗せた自動車が、州警察官の制止を受けた。デニスの妻カムークとー、アニマエ、AIM 男性二人が逮捕されたが、デニスは車で逃亡した。レナードは右肩を打たれ負傷するが走って逃げた。この後 FBI が、デニスが乗り捨てた車を一斉射撃し、爆破したため、FBI は後の裁判で申し立てた。 違法な武器の運搬を自ら立証不可能にしてしまった。デナードは11月19日、ピックアップトラックを盗んで逃走した。後カナダのアルバータ州ヒントンへ逃げ、友人の小屋にかくまわれたが、間もなく逮捕され、1976年2月6日にカナダから連邦協定に違反して強制送還された。デナードは米国送還を拒否したが認められなかった。 AIM 女性メンバーのマリー・クロードックは、ペルティエに犯罪容疑があるわけではなく、彼が AIM の革新的指導者の一人だったために逮捕された。彼の存在は合衆国政府の頭痛のためだった。サウスダコダ州ではたとえ、イエス・キリストであろうと AIM であれば、ありとあらゆる罪状で有罪判決を受けると述べている。ウンデトニー選挙に関わったとして、 連邦卒追を受けた AIM のデニス・バンクスとラッセル・ミーンズ、クライド・ベル・コートラはその後の裁判で FBI の違法捜査が次々と明るみに出て完全無罪評決を受けている。AIM に協力したとして逮捕されたレオナルド・クロードックは1年間の投獄の末全世界から釈放単眼署名を受けて釈放された。クロードックと一緒に逮捕された ミクマク属女性 AIM のアニーマヤクアッシュは FBI の脅迫を受けていると近しい者たちに漏らしていたが、その後、ワンブリー村の雑木林の雪の中で頭に銃弾を打ち込まれた死体となって見つかった。FBI は指紋を調べるためという理由で彼女の両手首を切断してワシントンに送った。1976年7月、 アイオワ州の法廷でロビデューとバトラーの裁判が開かれ、FBI の不法捜査が明らかにされ、法廷は二人に無罪判決を出した。FBI はペルティエの裁判では、このようなことは起こさせないと宣言した。1977年4月、ノースダコタの米国地方裁判所で、FBI とつながりの深いノースダコタのポール・ベンソン、判事のもと、ペルティエの審理が始まった。 FBI は捜査官殺害の証人として、ペルティエの女友達という触れ込みで、マートル・プワベアーという女性を証言台に立たせた。しかし彼女は実際には、レナード・ペルティエを知らず、事件の現場にもいなかった。彼女は FBI に、アニマやクアッシュの死体の写真を見せられて、言う通りに証言しなければ、お前もこうなるぞと脅迫され、偽りの目撃証言をした。 合衆国は後にこの証言が FBI による違法な脅迫によるものであることを裁判で認めている。ペルティエ自身は FBI 殺害の時刻にはジャンピングブルや H の TP にいたと証言し複数人がアリバイを裏付けている。ベンソン判事は偽証をもとにペルティエがコーラーとウィリアムズの二人の FBI 捜査官を殺害したとして 1> 第1級殺人の2つの罪状で有罪判決を下し2回分の終身刑を宣告した。2度にわたる控訴審で FBI は結局 FBI 捜査官を撃った人間を特定できなかった。ペルティエはイリノイ州のマリオン刑務所に収監された。ペルティエは国外の支持者らと共にハンガーストライキや抗議を行い1980年代に入るとこの抗議は マリオン周辺に広がったため、合衆国はペルティエをミズーリ州スプリングフィールドの囚人医療センターに移し、さらにカンザス州レブンはースケーム所に収監した。1986年2月11日の審議では、ジェラルド・ W ・ヒーニーハンジは FBI を殺した。銃弾はペルティエの持っていた AR-15 ライフルから発射されたものだと述べた。 スコット・アンダーソンは1995年のインタビューでペルティエが AR-15 について全く覚えていないことに言及している。レナードの弁護団には全米国司法長官のラムゼー・クラークも加わった。レナード・ペルティエをめぐる FBI の主張と公平性については数多くの疑問が提示されている現在、ペルティエはペンシルベニア州ルイスバーグ刑務所で 連邦管理下に置かれている。レナード・ペルティエの終身刑習慣は世界的な論争を集めており、彼が AIM であることから逮捕された政治犯であるとして多数の釈放弾眼状を集めている。アメリカ・インディアンはミズーリ州カンザスシティにレナード・ペルティエ防衛委員会を設置。米国とカナダの議会にはそれぞれ50人余りの支持者がいる。他に ペルティエを支持する個人、団体には次のような名が挙げられる。レナード・ペルティエの支持者たちは有罪判決を覆すために二つの主張を行っている。その一つは、ペルティエが殺人を犯しておらず、現場に関わっておらず、殺人そのものを知らなかった。また、彼がそばにいたとして、レナードがいたという AIM が FBI 捜査官を検査した際には、FBI は殺されていない。 というものである。今一つは、たとえ殺人に関わったとしても、当時の保留地が、FBI 捜査官がウンデッドに選挙に関連して、インディアンたちを脅迫し続けていた、内戦状態だったことを考慮すべきだというものである。ペルティエを、アメリカのネルソン・マンデラであるとするイギリス、リバプールの、ペルティエ弱法要求抗議表ドキュメント映画。 インシデントアット・オグララで、無罪となった AIM メンバーのロバート・ロビデューは、真犯人の X 氏が誰であるか知っていると語っている。一方、ディノ・バトラーは、ニュース・フロム・インディアン・カントリーの EK ・コール・ド・ウェルとのインタビューで、X 氏は、ペルティエ釈放のための架空の人物だと語っている。1995年6月24日付のカンザス・シティ・スター・紙のインタビュー記事は、 マシュー・ショフィールド記者が、私はかつて、奴らを殺すといったことを承知しているとのペルティエのことを報じている。またロナルド・レーガンは合衆国大統領現職時に、ミハイル・ゴルバチョフから、米国の人権問題に関する取り組みについて、ペルティエに言及され、人権問題であると答えて、物議を醸している。2000年12月に、ビル・クリントン合衆国大統領が、 クリスマス恩赦をペルティエに与えるのではないかとの噂が広まり、これに抗議して元 FBI 捜査官やその家族約500人がホワイトハウス前で抗議デモを行った。結局クリントンはこの決定を取り下げ、釈放への準備を進めていたペルティエはクリントンは残酷であると公式コメントを行っている。2001年、クリントンは米国の金融措置違反。 優先通信不正行為、強括脱税などの罪で1983年に起訴された、後、スイスに逃亡したマークリッチに恩赦を与えた。ペルテーはこうコメントしている。我々は、なぜ彼が恩赦を与えられたか見ることができる。大統領選への献金は、我々に得ることのできない正義を買うことができたのだ1980年代、初頭に、 情報公開された FBI の内部文書は、ペルティエに有利な弾道検査結果を彼の弁護士たちに対して隠していた事実を明らかにした。ペルティエについての6000ページに及ぶ FBI の内部文書は封印されたままであり、ペルティエの弁護団はこれらを全面公開するよう、米国政府に圧力をかけ続けている。2004年の大統領選挙でペルティエは、 カリフォルニア州の政治集団 PFP の候補者として、獄中から立候補し、同州で27,607票を集めた。2009年1月、恩赦を拒否したジョージ・ W ・ブッシュ合衆国大統領に対し、ペルティエは2000年にクリントン大統領に対して恩赦反対抗議を行った FBI 関係者のリストとともに、米国地方裁判所で市民権訴訟を起こし、彼らが 誤報と偽情報のもと、公に組織的キャンペーンを行ったと主張した。ペルティエの景気満了による釈放日時は2040年10月11日と予定されている。2009年7月28日に米国仮釈放委員会はペルティエについて最大級公聴会を開いたが、8月21日に米連邦検事ドルーリングレイは ペルティエの仮釈放要請が却下されたと発表した。ペルティエの次回公聴会は2024年7月に予定されている。ありがとうございます。